島市宇和町にある結婚式場にやってきました。今日はここでグルメフェスが開催されているということで、もう入り口からすでにいい匂いが漂ってきています。早速行ってみましょう。このイベントはコロナの影響で落ち込んでいる地元を盛り上げようと、福島市の結婚式場が企画しました。入り口での消毒や検温はもちろん、館内での飲食を禁止するなど感染症対策をしっかりと行い開催されました。会場には市内の飲食店や菓子店を中心に33店舗が集結し、自宅で気軽に楽しめるテイクアウトグルメを販売しました。こちらは福島市早瀬町にあるカフェドフルールの焼き菓子。結婚式場でのイベントということで、可愛らしいモチーフの商品をセレクトしました。また米沢牛の炭火焼肉上杉では、このイベントに合わせて普段よりもお得に購入できるお弁当を用意しました。お昼時なんで美味しそうなものいっぱいありそうだったんで来てみました。クッキーとかシフォンケーキとか、なんかそういうの美味しそうだなって言って今買ってました。家でゆっくり食べます。せっかくなので私も気になったものをテイクアウトしていただいてみることに。こちらのスイートポテト、紅あずまを使用しているということで、すごくホクホクしていますね。でも中は滑らかでとても優しい甘さなので、パクパク食べられます。美味しい。元気とか、頑張ってるんだっていう風なことを地元の飲食店の皆さんもこう伝えられる機会でもあるのかなと思いますんで、それがまた次につながっていけばまたいいかなというふうに思ってます。